この銀行にまだモラルなんてものが存在するんですか。私の言ってることと大和田常務の言ってること、どちらが正しくてどちらが間違ってるか、少し考えればどなたにでも分かるはずです。しかし皆さんはこれまでずっとこのテーブルの上で黒だと思っているものを詭弁で白にすり替え続けてきました。その結果が今のこの東京中央銀行です。大和田常務、あなたは私におっしゃいましたね。メガバンクはこの国の経済を支えている、決して潰れてはならないと。おっしゃる通りです。銀行は決して潰れてはならない。ですが私たちはそのことにこだわるあまり、いつの間にか自分たちのことしか考えない集団になっているんじゃありませんか。弱いものを切り捨て、自分たちの勝手な論理を平気で人に押し付ける。問題は先送りされ、誰一人責任を取ろうとしない、くだらない派閥意識でお互いに牽制し合い、部下は上司の顔色を伺って正しいと思うことを口にしない。そんな銀行はもう潰れているようなものです。世の中には本当に銀行の力を必要としている人や企業がたくさんいます。彼らを裏切り続けるなら私たちはもう存在していないも当然じゃないですか。これ以上自分たちをごまかし続けるのはやめましょう。黒は黒、白は白です。そうは思いませんか。素晴らしい、皆さんのお考えに感服いたしました。さすが触れ合いと絆の里だ。それではそのように手続きしましょう。前泉君、あとは頼んだ。さようなら。先生、これでいいんですか。いいんだよ。でも彼らがいいと言ってるんだから。ですよね皆さん。ええ、この世には金よりも大事なものがありますから。な、そうだそうだそうだ、そうよね。見たまえ彼らの満足そうなこの表情を。ズワイガニ食べ放題ツアーの帰りのバスの中そのものじゃないか。前泉君、よく覚えておきたまえ。これがこの国の慣れ合いという文化の根深さだ。人間は長い年月飼いならされると、かくもダニのような生き物になるのだよ。何、俺たちのこと言ったの。他に誰かいますか。自覚すらないとは本当に羨ましい。苔にされているのも気づかないまま墓に入れるなんて幸せな人生だ。あんたちょっとひどいんじゃないか。申し訳ありません。最初に申し上げた通り、皆さんのような惨めな老人どもが大嫌いなもんでして。おい若造、お前何なんだよ。お前そんなに偉いのか。そうよ、目上の人を敬うってことがないの。私たちは君の倍は生きてるんだ。倍も生きていらっしゃるのに、ご自分のことも分かっていらっしゃらないようなので教えて差し上げているんです。いいですか、皆さんは国に見捨てられた民、貴民なんです。国の発展のためには年金を貪るだけの老人なんて無価値ですから、ちりとりで集めて端っこに寄せて羊羹を食わせて黙らせているんです。大企業に寄生する心優しいダニ、それが皆さんだ。先生もうやめてください。てめえだけダニに寄生してる、バイキンじゃねえか。私たちの何が気に入らないの。かつてこの地は一面に桑畑が広がっていたそうですよ。どの家でも蚕を飼っていたからだ。それはそれは美しい絹を紡いだそうです。それをたたえて人々はいつしかこの地を絹みと呼ぶようになりました。養蚕業が衰退してからは稲作に転じました。日本酒に適した素晴らしい米を作ったそうですが、政府の農地改革によってそれも衰退した。その後はこれといった産業もなく過疎化の一途をたどりました。市町村合併を繰り返し補助金でしのぎました。5年前に化学工場がやってきましたね。反対運動をしてみたらお小遣いがもらえた。多くは農業すら放棄した。触れ合いセンターなどという中身のない立派な箱物も建ててもらえた。使いもしない光ファイバーも引いてもらえた。ありがたいですね。絹みという古臭い名前を捨てたら、南モンブラン市というファッショナブルな名前になりました。なんてナウでヤングでトレンディーなんでしょう。そして今、土を汚され、水を汚され、病に侵され、この土地にももはや住めない可能性だってあるけれど、でも商品券もくれたし、誠意も絆も感じられた。ありがたいことです。本当によかったよかった。これで土地も水も蘇るんでしょう。病気も治るんでしょう。工場は汚染物質を垂れ流し続けるけれど、きっともう問題は起こらないんでしょう。だって絆があるから。正直の気持ちは真っ直ぐだ。そうよ、どうしてそんなひどいことが言えるの。あんたは
あんたなんかに俺たちの苦しみが分かってたまるか。俺たちだってあんたの言ったことぐらい嫌というほど分かってる。みんな悔しくて悔しくて仕方ねえんだ。だけど必死で気持ちを押し殺して納得しようとしてるんじゃないか。なぜ、なぜゴミくず扱いされているのを分かっているのになぜ納得しようとしてるんです。俺たちはもう年寄りなんだよ。年寄りだから何なんですか。具合が悪いのにみんな頑張ってきた。だから何だったんだ。だからいたわってほしいんですか。だから慰めてほしいんですか。だから優しくされたらすぐに嬉しくなってしまうんですか。先人たちに申し訳ないとは獅子孫孫に恥ずかしいと思わないですか。何が南モンブランだ。絹見村は本物のモンブランよりはるかに美しいとどうして思わないんですか。誰にも責任を取らせず、見たくないものを見ず、みんな仲良しで暮らしていけば楽でしょう。しかしもし誇りある生き方を取り戻したいのなら、見たくない現実を見なければならない。深い傷を負う格好で前に進まなければならない。戦うということはそういうことだ。愚痴なら墓場で言えばいい。金が全てではない。金なんですよ。あなた方が相手に一矢報い、育児を見せつける方法は、奪われたものと踏みにじられた尊厳にふさわしい対価を勝ち取ることだけなんだ。それ以外にないんだ。錦野春夫さん、あなたは元郵便局長だ。幾度となく閉鎖されそうになった村の郵便局を最後まで守り抜いた。森口三郎さんは小学校の校長先生。村にいた子供たちはみんなあなたの教え子だ。奥さんの久子さんは町のデパートの化粧品売り場で月間売上の記録の保持者。ゴーダ・ジョージさんは実に100ヘクタールもの田畑を開墾した。川田聡子さんとご主人は田んぼをやりながら日雇いの仕事をいくつもいくつも掛け持った。富田康弘さんは商店街の会長。毎年祭りを盛り上げてあのクリスタルキングを呼んだこともある。板倉八生さんは女だてらにクレーン車を動かし6人の子供を育て上げた。敗戦のどん底からこの国の再繁栄期を築き上げたあなた方なら、その魂をきっとどこかに残してる。